はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビーです。今回はコンパチヒーローシリーズヒーロー戦記プロジェクトオリンパス続きをプレイしていきたいと思います。前回最後にウルトラセブンになるためのウルトラアイ、これを奪われてしまったので、今回はそれを奪還しに行きます。では早速その奪還目標がある渥美市に向かっていきましょう。パーティー編成でいうとね、カミーユが入ってくれてるので、このカミーユのゼータガンダムもね、楽しみですよね。さあ、渥美市に着きました。まずは街を探索していきましょうか。ティターンズってのは何者だい？我が物顔でうろついている。なんか評判はあまり良くなさそうですね。アイテムショップがありましたので、装備を整えました。ご紹介しておきましょう。まずアムロなんですが、今までのロングサーベルからですね、レーザービームサーベルに変えました。これかなり強くなってます。で、防具もジムシールドからガンダムシールドへとアップグレードしました。で、ライダーブラックですが、ライダーブラックもフルメタルグローブに装備を変えています。これもかなり強いですね。カミユの方はというと、ロングビームサーベルとマーク2のシールド持ってます。で、諸星団、ウルトラセブンですね。彼は先ほどご紹介したように、ウルトラアイを奪われて変身できなくなっているので、今回特に補強はしていません。こんな感じでしたね。では、探索を続けます。なんか怪しげなエマさんをストーキングしそうなやつがいますね。寝ても覚めても、その面影がまぶたに浮かぶ。エマさん、この気持ちどうやって伝えようと言ってますけど、ここにじゃあエマさんいるのかな。ちょっと楽しみだな。いや、エマじゃない、バスクがいる。バスクもここまで来てましたね。では探索を再開します。ジェリードと、これがエマさんなのかな。お前らまた来やがったのかと。ジェリード注意、やっぱりこれがエマさんですね。何かご用ですか。まあエマさんは大人の振る舞いをしてくれてます。この度ティターンズに配属されましたカミーユ少尉です。へー、レビル将軍からの紹介です。カミーユがティターンズに入る。カミーユ？なんだ男か。これは、ゼーターガンダム第1話ですね。これでジェリドを殴るところから、この2人の因縁が始まりましたからね。ジェリド注意、あなたはそろそろパトロールの時間ということですね。カミーユはこの後ティターンズに入るとはちょっと思えないですけどね。あれ、カミーユここで離脱か。では探索を続けます。ここは科学特捜隊の基地っぽいな。制服が、そうですよね。あ、ハヤタがいる、しかも。どうだい、ゼウスの仕事は。なかなか面白いよ。まあ、そんなこと言ってられないですよね。ウルトラセブンに変身できなくなってしまってますからね。それを今ここで告白するんだな。さて、そしたらこの後なんですけど、徘徊をしつつウルトラアイを取り返しに行かなきゃいけないので、そのイベントを起こさなきゃいけないですね。
はい、イベントが始まりそうですね。料理ができたよ。もうそんな時間か、ご苦労さん。一緒にどうかね。これは食事をご馳走してもらうというイベントだ。ではご相伴に預かりましょう。アムロだけつまはじきにされている。アムロは悪いけど僕は遠慮します。あんまりお腹が減っていないもんで。おー、まあ、アムロはテーブルにもつかないという比例っぷりですね。まあ、飲み物ぐらいね、お腹空いてなくても食べればいいのに思うんですけど、飲めばいいのに思うんですけどね。何？ツインテールの肉は完全に火を通しておかないと食中毒を起こす。これアムロはラッキーなパターンだな。このツインテールって何系の肉なんでしょうね。まあ、あの鶏肉とかね、豚肉はもちろん完全に火を通さないとお腹壊しますよね。何？バルタン星人がいた。ほう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 。バルタン星人といえばウルトラマンシリーズでは、まあ、宿敵ですよね。我々の、これ確かにバルタン星人乗っ取って、人の体を乗っ取って、人間の言葉でメッセージ伝えるっていうのが、ウルトラマンのどっかのシーンでもありましたよね。で、翻訳機があると。じゃあちょっと翻訳してもらいましょう。いいかよく聞け、貴様らは我々の作戦にまんまと引っかかったのだ。これで家督隊、まあ、科学特捜隊ですね、出撃できん。これ食中毒を起こしちゃいましたからね。そして諸星団、貴様のウルトラアイは我々の仲間が持っているということですね。かといって来なかったらウルトラアイは処分する。浦上山で待っているぞということなので、今度はこの浦上山に向かう感じだな。で、ティターンズに協力を求めて共闘するということですね。実はカクガクシカジカというわけです。じゃああとはティターンズを口説きに行きましょう。カミーユにエマにジェリドが仲良く3人並んでいる。こんなことがあるのか。さて、エマ、カミーユ、ジェリドが仲間になるのかな。この町は私たちとウルトラ警備隊で守ってみせる。あなた方は心置きなくテロリストをやっつけてきてちょうだいということなので、これは仲間にはならないパターンだな。じゃあ現有メンバーでそのバルタン星人が待つ浦上山に向かいます。ではキャップに報告をして早速出撃します。ここからダンジョンパートですね。早速じゃあダンジョンを進んでいきましょう。レッドキングがいる。レッドキングはボス扱いでも良さそうですけど、雑魚キャラ扱いですね。
宝箱があるので回収しまーす。キャッシュ。1000。もうちょっと欲しいかな。武器買う金が高くなってきてますからね。では、ダンジョン進んでいきまーす。続いてクール星人とかいうのが出てきましたね。ちょっと覚えてないなぁ。こんな星人いたかなぁ。ウルトラマンは強いですね。で、ガンダムもレーザーアサベルに変えて火力上がってます。ただ、ウィンダムがね、ウルトラセブンに比べるとちょっと火力が出てないのかなっていう感じはしますね。ただ問題なく倒せると思います。で、ウィンダムはウルトラセブンと同じくリライブ光線が使えるので、まあ、ダメージ食らってったらね、適度に回復をしながらっていうところになると思います。ツインテールが出てきました。これだな。ツインテールの肉がどうのこうの言ってたのは。ツインテールもまあそこまで今のところ脅威は感じないですね。あげく逃げていく始末。では、このまま探索し続けまーす。バルター戦士が出てきたな。降伏すれば悪いようにはしない。いや、もう、ウルトラアイを奪われてるんで、降伏はないよな。まあ、ティターンズとウルトラ警備隊に、アトゥミッシュは任せてあるので、バルタン星人を追っていきましょう。ゴモラとカネゴンが新しく敵として出てきましたね。これも、初めて出てくる敵なので、ちょっと見ておきましょうか。回復だけしときます。集中攻撃食らうとね、死人が出る可能性があるんで。カデゴン一人は撤退。逃げてきました。ゴモラはヒットポイントが高そうだな。攻撃キックはそこまでなさそうですね。なので、まあ、ノーマル攻撃力押しで大丈夫でしょう。カデゴンは攻撃力高いな。で、ゴモラはさっきお話したように、ヒットポイントが高いので、ブラック、ガンダム、ウルトラマン、3人で攻撃してようやくって感じですね。カネゴンはなんだろう、硬いのかな ?1 しか当たらない。カネゴンのヒットポイントはいくつなんだ、めちゃくちゃ少ないんだな。防御力が高いけど、その分ヒットポイントが少ない。まあ、それがカネゴンっぽいですね。ちょっと宝箱気になりますが、なんか少女がいる。いや、少女じゃない。ウルトラアイを奪ったやつだ。エレキングと対戦かな。ここはもう全力で行きましょう。まずは回復をして、必殺。ライトニングキック。いや、フラッシュキックかな。で、ガンダムはハイパーバズカ。で、ウルトラマンは攻撃を普通にしていきましょう。いや、フラッシュキック強いな。当たると強いですね。フラッシュキック、スカすることも結構あるのかなってイメージだったんですけど、攻撃力が高い。何？このまま行くと、死人が出る。攻撃の順番はあんまり早くなさそうなので、確実にリライブ光線で回復していきましょう。で、フラッシュキックして、ハイパーバズーカがもう打てないのか。しょうがない。やつだけ、スペシウム光線。うおー、スペシウム光線来た。これは楽しみだな。
ってみる。オーグル、何？スペシウム光線が外れた。死ぬぞ。回復しないと死ぬ。スペシウム光線、むちゃくちゃ、テクニカルポイント使っただけに、見れなかったのは残念だな。ちょっともう一回、何？リライブ光線がもう使えない。まずいな。まずいことになった。ブラッシュキック。スペシウム光線ももう使えない。リライブ光線こっちが使えるな。これ最後のリライブ光線だな。あとはノーマル攻撃で力を押しするしかないか。ちょっと心配だな。もうウィンダムに関しては何もできないと思うので、このまま放置で、ライダーブラックももう切れてしまったな。ガンダムハンマーが使える。いや、バルカンだな。バルカンで3人に攻撃当てて、上からノーマル攻撃で削っていきましょう。いや、これ装備品整えといてよかったな。武器防具がカスだったら、このエレキングの前に敗退してましたね、きっと。なんとか勝てましたね。経験値400はでかいだ。ここでレベル上がってくれると体力全開するのでありがたいですね。私の可愛いペットが許さない、許さないぞお前たち。これ連戦パターンだ。まずいな。連戦されてもな、ザラブ星人相手に。いやー、厳しい、厳しいぞ。ライトニングキック使いたかったー。いやー、厳しくなってきた。リライブ光線だな。まさかこんなところで連戦が待ってるとは思わなかったですね。ちょっとここはもう地道にノーマル攻撃を繰り返していきましょう。ようやく倒しましたね。いやー、なかなか必殺技が使えないと火力が出なくて時間がかかってしまいました。バカなデータではこれほどの力はなかったはず。ということで、これでウルトラアイを取り返せるのかな。甘い、甘いぞ。大変だ、心配するな。ウルトラアイはここにある。とりあえずウルトラアイは回収できましたね。ではちょっと探索だけしておきましょう。宝箱気になります。ん、バルタン星人がいる。ほっほっほっほ。さて諸君、私が直々に相手をしてあげよう。バルタン星人と戦闘か。テクニカルポイントが回復してないからちょっときつそうだな。けなげないい子じゃないかね。こんないい子を見殺しにしたらさぞ目覚めが悪かろう。ほう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 。俺はな、てめえらみてえなやつを見ると虫図が走る。セミ野郎。このクソガキに与えた痛みと恐怖、数万倍、いや数億倍にして返してやる。ヒッヒーとなってバルタン星人が撤退してくれた。バルタン星人を追いましょう。
逃がさんと言ってもね、ちょっとテクニカルポイント回復したいぐらいなんですけどね、正直言って。追ってきたんですが、バルタン星人はもういませんでした。まあ、バルタン星人とはまた、必ずね、どこかで相対することになるとは思うんですけど、この、まあ、山のダンジョンでの戦闘はなさそうですね。はい。では、まあ、バルタン星人は追い詰められませんでしたが、ウルトラアイは奪還して、ちょうどキリがいいので、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。